TI-66TI-66 TI プログラマブルはテキサスインスツルメンツが1983年から1988年まで日本で製造していたプログラム電卓である TI-66 は TI 社がウスと呼ぶ標準入力方式を搭載している TI-66 ではキーボード上に記載された機能のほかに OP キーによる特殊制御機能を使用することができる。この特殊制御機能には、プリンタ制御、統計、メモリ領域の再分割、例外処理用のエラー検出、データメモリの内容のインクリメント、デクリメントなどの機能が含まれる。t i 六十六は、p c 二百サーマルプリンタを接続することで、液晶ディスプレイに表示されている内容、プログラムリスト、 データメモリの内容、プログラムのデバッグ用のトレース情報あるいはその他のメッセージを印刷可能である。ti-66 はキーストローク方式のプログラミングが可能であり、最大512ステップまでのプログラムを組むことができる。ti-66 は ti-59、ti-58、ti-58c TI と同じ命令セットを使用しており、 これらの電卓用のプログラムをキー入力することで実行することが可能である。2以上69以下の指定した整数の解状を計算するプログラムの例を示す。行コードコメント。000から 001LBLA ラベル A を設置する。002から 003STO01 メモリ01にストアする。00411を受け数する。 005から 006LBLB ラベル B を設置する。007乗算を行う。008から 009RCL01 メモリ01をリコールする。010から 012DSZ01B メモリ01から1を減じ、その結果が0ならば次のステップへ進む。そうでなければラベル B へ進む。013イコール最後の乗算を計算し確定させる。 014RTN プログラムを終了し、結果を表示する。このプログラムを実行するには、6A、または RST6RS のようにキー入力する。プログラムが終了すると計算結果が720のように表示される。ありがとうございます。